おはようございます。5月16日月曜日です。昨日は火曜日ですね。ごめんなさい、間違えました。昨日は新聞休刊日でしたので、新聞がありませんでしたので、三経名 を読んでのことはアップしませんでした。今日の三経名を読んでです。表題は次のように決めました。日本のメディアが報道しないジャニー喜多川の件です。えらい問題になっております。この文章はジャニー喜多川氏の性加害問題について述べております。ジャニーズ事務所の創立者であるジャニー喜多川氏、彼は2019年に死去しましたが、所属タレントの少年らへの性加害問題がありました。喜多川氏の姪で現社長の藤島ジェリー恵子氏が謝罪し、再発防止に取り組む姿勢を強調しました。この問題については今年3月にイギリスの BBC 放送がドキュメンタリー番組で取り上げ、反響を呼びました。その後、事務所に所属していた歌手が会見で性被害を訴えています。この問題に対して、新聞やテレビは沈黙してきましたが、現在、激しい、厳しい目が向けられております。ジャニー喜多川さん、メディアに対して、ものすごい莫大大きな力を持って、さらに莫大な資金を流用させていたからと思います。この郷ひろみさんの話も、私が聞いたところによると、これ本当かどうか知りませんが、日本で活動してない時期があったそうで、その時はアメリカに行ってた。なぜアメリカに行っていたかというと、薬をやっていて、その薬の治療のために2年間か3年間ぐらいアメリカで活動してたという話を聞いたことがあります。それも私は裏を取ってないので分かりません。そういうことがありました。ジャニー喜多川さんの問題は、日本がのメディアが全然報道しないという、他の国に対しても報道しないという、権力に対してひれ伏しているような感じです。あの産経新聞でも表現して、報道してないということは珍しいことだと思いました。以上です。